音響カプラ電話機との結合例を音響カプラを搭載した端末音響カプラとは電話機の操縦枠とモデムに接続したスピーカー及びマイクロフォンを近接させ音声を用いたデータ通信を行うことにより公衆交換電話網を利用してコンピュータ間の通信を可能にする通信機器である初期の製品は変幅調部を内蔵し通信用インターフェースを備えている 現在の製品は音響と電気信号の変換だけの機能となり、モデムを接続して使用する。モデムとの間は専用コードで接続し、電話機の受話器を音響化プラ本体にはめ込む。発信操作は接続した電話機のダイヤルを手動で回す方法で利用する。トーン回線の場合はモデムからダイヤルできる。 この構造のため周りの振動や騒音に弱く、安定度も低い。初期の通信速度は三百 b p s 程度で、九百八十九年頃には千二百 b p s 二千四百 b p s 二千五年現在では二十八点八キロ b p s の製品が市販されている。九百八十年代前半、PSTNA のモデムの接続には、制度的な制約が多く、 加入車線を利用したデータ通信には、うんと呼ばれる網制御装置か音響カプラが利用されていた。1985年の通信自由化で技術認定を受けた端末であれば、一般加入車線に接続できるようになった。それに加え、モジュラージャックの普及により電気、通信設備工事担任者の資格なしに端末をつなぎ替えることが可能になった。このため、安定して、 データ通信のできるんくを内蔵したモデムが音響カプラの代わりに使われるようになった。1989年頃にはあまりし、以降はハンドヘルドコンピュータ等から営業担当者が鉄先の公衆電話を利用しての営業データを自社の業務システムに送信する等の用途に使われることが多かった。その後、モジュラージャックでモデムが直結できる ISDN、 対応公衆電話の整備、PHS、携帯電話、無線アクセスによるインターネット接続対応、ホテルなどのインターネット対応、公衆無線 LAN など、データ通信環境が整備され、一般にはほとんどその役目を終えた。しかし、アナログ一般電話や公衆電話はあるが、モジュラージャックは存在せず、一般の無線アクセス環境がすべて、サービスエリア圏外のような状況下では、 衛星電話やホテル等設備での固定通信利用、または音響カプラの他には外出時のデータ通信手段は存在しないということになる。ありがとうございます。